中央競馬初の三冠馬であるセントライトは小祝い農場生産であった。本項目では東北地方における競馬の歴史について記述する。明治時代以降北海道に次ぐ馬産規模であった東北地方はサラブレッド生産では岩手県の小祝い農場を筆頭に北海道を凌駕していた時代もあった。東京優秀では1962年の フェアウィンまで14頭の優勝馬を送り出しているが、現在の競争馬生産は小規模となっている。なお、地方競馬では、新潟県が、岩手県、山形県との3県で、東北地区として、東北サラブレッド対象店などの交流競争を行っていたが、本項目では、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県を扱う。 古くから各地で草競馬や祭典競馬が行われていたが、明治時代になると競馬の様式化が進み、東北地方では福島競馬クラブによる福島競馬場が公認競馬となった。その後各地の公認競馬は日本競馬界に統合され、太平洋戦争中は能力検定競争として行われた。 その他各地の競馬は1927年の地方競馬規則の交付により地方競馬となり東北地方では各県三馬という制約のもとで同年以降各地の畜産組合主催による地方競馬が始まったしかし1939年の群馬資源保護法により東北の地方競馬は山形県の上山競馬場 福島県の海政山競馬場の2場に集約され、1940年から1944年にかけて、軍用保護馬単連競争として行われた。この競争の主催は、各県の畜産連合会であった。戦後混乱期の闇競馬を経て、日本競馬会は競馬を再開したが、間もなく解体され、その後国営競馬を経て、日本中央競馬会に移行し、 東北地方では、福島競馬場で開催されている。地方競馬では1946年11月の地方競馬法の交付により再開された。この法律では、各地の馬匹組合連合会もしくは、中央組織である中央馬次会の主催、競馬場は、北海道6馬、都府県2馬に限られた。間もなく1948年6月には、GHQ により、 バ質組合連合会、中央バ次会は解散され、新競馬法による都道府県主催の公営競馬に転換された。さらに1951年5月の新競馬法一部改正により、競馬場の所在する市区町村でも開催権が与えられることとなり、その後は県と市区町村による一部事務組合方式での開催も認められている。公営競馬の発足時には、 東北6県すべてで開催されていたが、中央競馬や他公営競技との競合などもあり、現在は岩手県の2馬が残るのみとなっている。青森県では1927年の地方、競馬規則交付後は、野辺寺競馬場、八戸競馬場、金木競馬場の3馬で開催が行われたが、1939年の群馬資源保護法により、すべて廃止された。 戦後は、青森競馬場、八戸競馬場の2馬が、青森県主催の公営競馬として1948年から順次再開されたが、共に1951年に廃止されている。なお、青森県は、北海道の他に、公式の万営競争が行われた唯一の県であるが、競馬場の廃止により以後は北海道のみで行われている。 青森市近郊では1906年上北郡、野辺寺町に、野辺寺競馬場が設置され、地方競馬規則交付後の1931年まで開催されていたが、同年廃止されるとこれを起とし、翌1932年、青森競馬クラブが結成され、東津軽郡横内村に、競馬場を建設して開催したものの同年限りで、旧模様子1934年には、 同クラブも解散、翌1935年に青森県産馬畜産組合連合会が引き継いで再開したが、これまた1937年までと短命であった。戦後は1949年から青森県主催の公営競馬として再開されたが、1951年に廃止されている。なお、跡地は現在では、 住宅地となっているが、道路の線形が、当時のトラックの形を今に伝えており、佃小学校及び佃ウェザーパークは、競馬場の現役時代に出場する馬を待機、させていた場所である。このため現在でも青森市においては知られた、存在である。馬産地として知られた八戸地方では、古くから競馬が行われていたが、設備がなかったため道路を利用していた。 やがて、八戸競馬会が設立され、1909年には、地元の有力馬三社である、近藤玄太郎が資材を打って三戸群サメ村の所有地に馬場を設けると、競馬会はこれを借用し、翌1910年6月に、第1回の競馬を開催した。1912年には、 青森県三馬組合連合会が引き継ぎ、地方競馬規則が交付された1927年には、有志により、株式会社八戸競馬クラブが組織され、三考郡立村に新競馬場を建設した。翌1928年には、八戸三馬畜産組合が施設を譲り受け、青森県三馬畜産組合連合会の主催による、地方競馬が始まり、 1938年まで続けられたが、1939年の群馬、資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。戦後は1948年から青森県主催の公営競馬として再開されたが、1951年の開催を最後に1954年に廃止されている。北津軽郡金木村では1912年7月8日の 農村安息日に有志による競馬が開催され、以後は、金木町協賛会及び、同町商工会の協賛により、毎年1回、旧歴6月1日に行われていた。地方競馬規則交付後の1928年から、青森県産馬畜産組合連合会による、地方競馬開催が始まったが、1937年を、最後に催し、旧模様し 1939年の群馬、資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。森岡市では古くは、森岡八万宮の境内や再園一丁目にあった、森岡農学校の跡地を利用しての採点競馬や草競馬が行われていたが、1902年に、岩手県三馬組合連合会が、競馬会を組織し、翌1903年には、市内上田に、競馬場を建設。 同年11月3日4日に第1回の競馬会を行った。同月30日には日本赤十字社岩手支部の総会を機に臨時競馬会を行い、当日は日本赤十字社総裁の会員の宮古と人志王が対乱し金100円と黄金競馬場の名を貸しされた。現在の愛称であるオーロパークはこの黄金競馬場の名に由来する。 以後、春秋2期の開催を続け、1912年以降は、伊沢郡水沢町の水沢競馬場と交互に、年1回の開催を行った。1927年の地方競馬規則交付後は、森岡競馬場、水沢競馬場、花巻競馬場の3場で開催が行われたが、1939年の、群馬資源保護法により、すべて廃止された。戦後は、 森岡競馬場、水沢競馬場の2馬が、岩手県主催の公営競馬として1948年から再開され、1964年にチブジム、組合である、岩手県競馬組合が設立されて、現在に至る。現在の森岡競馬場1927年の地方競馬規則を受けて、地方競馬に生まれ変わり、岩手県三馬畜産組合連合会が、 主催、1932年には、市内上田付近の毛なし森に、一転、1938年まで開催されたが、1939年の、群馬資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。戦後は、1948年の、新競馬法交付により同年から、岩手県営による、公営競馬として再開された。1964年に、 岩手県競馬組合が設立され、1996年には市内新城技場八木田に再移転し、現在に至る。駒形神社での再転競馬を起源とする水沢地方では、1912年に水沢町の援助により、競馬場を町内登場町に建設。先に述べたように森岡競馬場と交互に開催を行ってきた。 1927年の地方競馬規則を受けて、翌1928年から、伊沢郡山馬畜産組合による地方競馬開催を始め、1934年から過去の監修により、神社の祭典日に行っていた開催日を変更すると、成績も向上し、以後1938年まで順調に行われたが、1939年の群馬、 資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。戦後は1948年の新競馬法交付により同年から岩手県営による公営競馬として再開された。1964年に岩手県競馬組合が設立され、同年には水沢市姉大町阿久戸に競馬場を移転して現在に至る。なお、 水沢市は2006年の合併により欧州市となっている。現在の花巻市である、冷え抜き郡花巻町では、周辺が馬産地だったこともあり1925年には、競馬クラブが設立。翌1926年には、冷え抜き郡産馬畜産組合の主催による競馬が開催され、1927年の、 地方競馬規則により、岩手県冷え抜き軍三馬連合会の主催による地方競馬として続けられたが1937年に廃止されている。宮城県では古くから各地の神社で祭典競馬が行われており、1884年に乗馬使用例が発布されると乗馬熱が講じ、仙台区では宮城野原連平城や川内追い回し、 連兵場において、競馬会が開催されていたが、1889年5月には、青葉神社門前の南東に、仙台競馬場が開設された。市外では、栗原郡月立町で、競馬会が開催が記録されている。特に軍隊主催の小根祭の際には必ず競馬を行っていたという。1911年、陸軍参謀部演習の実施に伴い東宮が、 仙台市に来訪すると、競馬場建設を計画していた。仙台三牛馬組合は宮城野原連平場において、競馬を初主催すると、東宮の大乱を仰いだ。仙台三牛馬組合はその後も1915年まで、宮城野原と川内追い回しにおいて、競馬開催を続けていたが、同年に、押鹿郡蛇田村に、念願の競馬場を新設。 も、山椒のこと当地では1925年まで開催され、その間1917年には黒川国吉岡町にも馬場を新設したがこちらは土壌の問題で翌1918年に廃止されている。また1919 19年には川内追い回し、1924年には上郡鹿間村の 宮城県産馬畜産組合種ネウマイク聖同年から1927年にかけては、栗原郡豊崎村で競馬が行われた。同1927年に、地方競馬規則が交付されるとこれらの開催を廃止、当初は宮城野原連平場を、再び借用しての地方競馬を1928年より、開始した。宮城原は、愛子競馬場を経て、 小ご競馬場に移転、その間に、仙台競馬場と石巻競馬場も建設されたが、三馬とも、群馬資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。最終的に主催者はいずれも、宮城県三馬畜産組合であった。戦後は、仙台競馬場と石巻競馬場の二馬が、宮城県主催の公営競馬として1948年から、再開されたが、 共に市営に移管された後、1959年の開催を最後に廃止されている。1927年頃の仙台市及び近郊地図。地図情報に見える仙台軌道、通り町駅の北東側にかつて仙台競馬場があった。地図右下方に見える北目の東方に郡山座サラサラ殿があり、仙台競馬場があった。 1889年5月、青葉神社門前の南東に仙台競馬場が開設された。同競馬場の廃止時期は不明だが、1922年10月6日、開通の仙台軌道が、同競馬場の敷地の北西端あたりに、同線の始発駅である通り町駅を設置しているため、この頃までには廃止されたものと考えられる。1927年、 地方競馬規則交付により、仙台市付近の競馬場が植望されると、仙台三馬畜産組合は1928年に仙台市に編入合併となった長町の東高の仙台市郡山アザサラサラデンに仙台競馬場を建設し、1931年から宮城県三馬畜産組合の主催による地方競馬を始めたが、1938年に廃止されている。 戦後は1948年に公営競馬として復活し、同年から宮城県へ、翌1949年から仙台市営競馬が始まり県へと交互に開催したが1952年には県が撤退。1960年には競馬場の土地賃貸契約期間が切れること、戦災復興としての競馬開催も不要という政治的な判断。 当時の地方自治選挙の結果や、政治家の意向もあり、市営競馬も廃止されることになった。跡地は、自動車教習所になっている。押下軍ヘビタ村では前述のように、地方競馬規則以前にも競馬が行われていたが、1931年に、石巻市から五町余りの三好地区に、競馬場が新設された。ヘビタ村は、 馬筆の育成地として知られていたこともあり1936年まで順調に開催されていたが、同年11月に第二師団の公平演習地として敷地の大半が買収されたため競馬も廃止となった。戦後は海沿いのひばりの地区に場所を移し、1948年から宮城県営として再開。 1951年周期からは、石巻市営により施行されたが、1959年の開催を最後に廃止された。地方競馬規則交付後の1928年、仙台三馬畜産組合は、第二師団の許可により、宮城野原連平城を借用しての地方競馬開催を開始したが、軍地の借用だったこともあり、翌1929年の秋には、 宮城郡広瀬村の愛子競馬場に移転した。しかし、成績不振で1932年には、東田郡小五田町の小五田競馬場に、再び移転した。小五田地方は古くは、採典競馬や、花競馬と呼ばれる、草競馬を行っており、三区の育成調教も盛んな土地だったこともあり、当初は盛況だったが、 例外協作などもありやがて成績加工し、1939年の群馬資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。秋田県では1901年に旧藩主、佐竹港の千風三百年祭、及び日本赤十字社秋田支部の総会が秋田市で開催されたのを機に、有志により市内手形連兵場で喧嘩発の競馬を開催したところ、 小松宮秋人新能と佐竹公爵の大乱を仰ぎ、以後1903年から1905年には、小根祭の余興競馬を行い、これに対して、秋田県畜産組合は補助金を交付した。続く1906年には、大宇古県連合産牛馬協進会の秋田県開催を機に、手形連平場で競馬が行われ、1907年には、有志による、 競馬会が組織されると、日本赤十字社秋田支部の第2回総会を機に、手形連兵場での競馬を開催した。1910年には、南秋田軍土崎港町での将軍や競馬のほか、仙北軍長野村、仙北軍金沢西根村でも競馬が行われ、いずれも秋田県畜産組合は奨励金を交付した。 1913年の金沢西根村での競馬を経て、1914年に八橋競馬場に移行した。1927年の地方競馬規則交付後は、八橋競馬場、五三年競馬場、大神競馬場の三場で開催が行われたが、1939年の群馬資源保護法により、全て廃場となった。戦後は、秋田競馬場、 大立競馬場の2馬が、秋田県主催の公営競馬として1948年から再開されたが、共に1954年に廃止されている。現在の秋田市である、南秋田郡寺内町八橋では1908年、秋田県畜産組合が、東宮の秋田県来訪を記念して、主畜運動場の建設を計画。1914年に完成すると、 同組合主催による競馬を開始した。1928年の地方競馬規則交付後も、引き続き、秋田県畜産組合による開催を続けたが、1939年の群馬資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。戦後、秋田県は1948年の新競馬法交付を受けて、八橋競馬場を買い取り、同年から秋田県営による 公営競馬を開始したが、1953年の開催を最後に、1954年に廃止された。現在の大館市である、北秋田郡上川添村では1948年に、大館競馬クラブにより、競馬場を建設し、同年の新競馬報告を受けて、秋田県営による公営競馬を開始したが、1953年の開催を最後に、 1954年秋田競馬場と同日に廃止された。現在の三里町である千北軍半詰村では1914年に結成された後3年検証会の主催による競馬会が端緒とされるが、その十数年前から千北軍内では長野村、六号村、金沢西根村の3カ所で周期に娯楽競馬が行われている。 いずれも秋田建築産組合が奨励金を交付していたが、53年競馬が始まると、以後は53年のみに奨励金を交付することになり、競馬開催は集約されることとなった。1923年には秋田建築産組合に移管され、以後組合が競馬開催を引き継いだ。 1928年の地方競馬規則後も引き続き、秋田県畜産組合による開催を続けたが、1939年の群馬資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。現在の横手市である平賀郡上村では1917年から県南競馬会と名付けて、 道軍観大村の土田農場で競馬を開催すると、秋田県畜産組合は1918年から1931年にかけて賞金を交付して、奨励に努めている。1932年に秋田県競馬組合に移管され、地方競馬として開催を引き継いだが、1939年の群馬、資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。 山形県では1927年の地方、競馬規則交付後は、坂田競馬場、新城競馬場、上山競馬場の3場で開催が行われたが、1939年の群馬資源保護法により、坂田、新城は整理され、上野山では単連馬競争が行われた。戦後は、上山競馬場、米沢競馬場の2場が、 山形県主催の公営競馬として1948年から再開されたが、米沢は1954年に、上山はその後上野山市主催を経て2003年に廃止されている。現在の上山市である南村山郡上野山町に、かつて、上野山競馬クラブという団体があり、同軍堀田村大技近平の土地を借用しての競馬が行われていたが、 1935年に山形建築産組合連合会に移管されると、同年から地方競馬規則に従う、地方競馬として1938年まで開催を行った。1939年に群馬資源保護法が交付されると、1940年から1944年にかけては単連馬競争を行った。 戦後の1946年には同盟ながら、戦前とは別の組織である、上山競馬クラブが結成された。会長には、戦前の国会議員で外務省参予官を務め、後に、初代上野山市長となる、高橋熊次郎が就任するなど市内の顔役による組織であったが、クラブにより同年開催された競馬は、 地方競馬法などによらない闇競馬で、新中軍の後押しがあったというから新中軍競馬に類すると言ってよい。またクラブはスタンドを改築、一周800メートルだった馬場を1000メートルに拡張するなど、戦後の混乱期としては積極的な投器を行っている。1948年の新競馬法を受けて、公営競馬に引き継がれ、当初は、 山形県営で行われたが、1956年に、上山市が豪雨災害による特例での開催権を得ると、同年と、翌1957年は、県と、共催さらに1957年には、近平地区が、上山市に合併され、競馬場設置士としての開催権を得ると、1958年から、上山市営による単独開催を行ってきたが、 2003年に廃止されている。なお競馬場跡地は、現在も上野山市が所有し、南関東公営競馬などの場外化煙場として使用されている。現在の米沢市である南大間郡万世村では、1946年の地方競馬法を受けて1947年と1948年に、 また、1948年の新競馬法を受けて、同年に、山形県営による、地方競馬開催を行ったが、同年限りで急模様し、1954年に、廃止されている。金農派で知られた、新城藩の城下町であった、西条郡新城町では、1927年に、地方競馬規則が交付された当時は、競馬開催の機運はなかったが、 翌1928年に昭和天皇の即位大典が国を挙げて放縮されると、新城の有志はこの大典を記念して、競馬場を建設し、山形建築産組合連合会の主催による地方競馬を行ったが、1939年の群馬資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。坂田地方では、明治時代から花競馬が催されていたが、 1920年に、坂田競馬クラブが、有志により組織されると、同地の祖宝家で知られる本負けから、坂田市内の光が丘運動場を借り受け、1925年から、花競馬を、開催、1928年に、地方競馬規則が交付されると、悪味軍産馬畜産組合に移乗し、地方競馬の試行許可を得、翌1929年から、 地方競馬としての開催を始めた。1937年には、山形県畜産組合連合会に主催者が、遺憾されたが、1939年の群馬、資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。本節では主に地方競馬に至る流れについて述べる。現在の郡山市である、朝霞郡、桑野村では1904年、 福島県三場畜産組合連合会が、海星山に、海星山競馬場を建設し、同年から競馬を開催した。1927年の地方競馬規則交付後は、海星山競馬場、合津競馬場、原町競馬場の三場で開催が行われたが、1939年の、群馬資源保護法により、合津・原町は整理され、 改正山では単連馬競争が行われた。戦後は、地方競馬法時代に、福島競馬場での開催を経て、郡山競馬場、若松競馬場の2馬が、福島県主催の公営競馬として1949年から再開されたが、若松は1950年に、郡山は郡山市主催を経て1956年に廃止されている。 福島市の福島競馬場は戦前は公認競馬、戦後は中央競馬の競馬場として現在も開催されているが、地方競馬でも短期間開催された記録がある。現在では考えにくいがもともと競馬場の開催日数は限られており、現在のように場外馬券発売設備も未発達であったことから、 公認競馬の競馬場が所在する地方では一年の大半を遊ばせている競馬場を利用して地方競馬の開催を懇願したが認められず京都市や宮崎市のように別に競馬場を設置した例もあった福島でも例に漏れず戦前の地方競馬開催はなかったが戦後の1947年から1948年に開催を行っている 1948年の公営競馬発足以降は開催されていない。1927年に開設された海生山競馬場では1928年の地方競馬規則により建物改修を迫られ、翌1929年に新築されると、同年から地方競馬開催を始めたが、1939年に群馬資源保護法が交付されると、 1940年から1944年にかけて鍛連馬競争を行った。1949年、新競馬法を受けて、郡山競馬場として、福島県営の公営競馬として再開され、翌1950年から郡山市営に移ったが、1956年に廃止されている。跡地に、海正産公園が1972年開園。 現在の合津若松市である北合津郡一木村では1930年から福島県北合津郡三場畜産組合の主催による合津競馬場としての地方競馬が始まり1938年に周期には成績も過去最高を記録するなど順調であったが1939年の群馬資源保護法により廃止となった1949年 新競馬法を受けて、若松競馬場として、福島県営の公営競馬として再開されたが、1950年には廃止されている。相馬地方では1000年以上前から、相馬や馬追いとして知られる祭りが行われて、以来、各地で、祭典競馬が行われていた。特に現在の南相馬市である、相馬郡原町ひばりが原では、野馬追いの一行事として、 いわゆる余儀上競馬を行っていたが、その後国内の競馬熱が高まると、原町競馬クラブが組織され、1927年4月には、競馬規定による合法的な馬券発売を伴う競馬を行った。しかし、同年8月には、地方競馬規則が交付されたためクラブは解散し、相馬三馬畜産組合及び双馬三馬畜産組合の主催に移管しての、 地方競馬開催を同年から開催したが、1937年の開催を最後に、1939年の群馬資源保護法が交付されたのに伴い廃止された。ありがとうございます。